日本バレーボール協会は1日、パリ五輪の出場内定選手12人を発表した。都内で囲み取材に応じたリベロの小島真奈美は、準優勝に輝いたネーションズリーグ、NL でベストリベロを獲得。表彰台では、最大42センチ差ある海外選手との驚くべき記念写真も話題になった。まさか自分が呼ばれるとは思わなかったと驚きを口にした。画像、 画像を加工したのかと思うくらいの身長差、その差は実に42センチメートル。話題になった女子バレー表彰台の記念写真話題になったのは23日、タイで行われた決勝の直後だ。表彰式、ベストリベロに選ばれた小島はびっくり、仰天。驚きが隠せない様子で受賞した。身長158センチ。表彰台には7人が並んだが、その小柄さは際立っていた。 同じ日本の古賀紗理那が180センチだが、それでも並んだ中では小柄なかた。ベストミドルブロッカーのコルネルク、ポーランド、ファール、イタリア、と並ぶとまるで大人と子供のような身長差になった。身長200センチのコルネルクとは実に42センチ差。この場面を目撃した X 上の日本ファンからは、画像加工したのかと思うくらいの身長差 待って、コルネルクデカスギ W などと驚きの声が続出していた。このシーンについて、小島は一日の囲み取材で、呼ばれた時はすごいびっくりした。イタリアのリベロの方が世界一のリベロと言われるだけあるなと試合をしていて感じたし、まさか自分が呼ばれるとは思わなかったのが正直な感想と口にした。今も自分が撮った賞というより、日本のレシーブが評価された賞 私一人ではなく、里見、福留、やきらさん、山岸、日本のリベロとしての評価だと思うと共に戦った二人のリベロの名前を挙げ、喜んだ。日本代表には首相でエースの小笠原奈良が選出。女子代表チームは10日まで国内合宿を行い、フランスでの事前合宿を経て28日の開幕ポーランド戦に臨む予定。リベロには小島と福留が選ばれたが、 小島はお互い切磋琢磨しながらやってきた。嬉しい気持ちもあるし、二人で助け合いながらやっていきたいと語った。